クレオパトラトマスは日本の競争馬デビューから2週間3戦目で提出後商店を制した戦前の名品。月城という名前で繁殖品馬ともなっている。検証が入りした雲旗は判定に当たる。デビュー戦を楽勝2戦目をレコード勝ちすると3戦目は登場して提出後商店に出走。ここでも4場審査の解消を見せる。なお、 この提出後焦点は4等立てで、うち、クレオパトラトマスと玉薙は4歳品馬、小馬はトーチとユキオミの二等で、それぞれ1勝馬、2勝馬だった。その後東京優春大競争に出走、一番人気に支持されるが、道悪に泣きがブアナーの吸着に敗れる。なお、弟のクモハタが東京優春競争を制し、姉の無念を晴らしている。 その後も4歳まで現役を続け、最終戦では7 2ラムの金量を背負っての解消。あまりの強さに海外遠征の話が出るほどであった。結局、この計画は、馬種が不祥事を起こしたことによる場所変更により白紙になったが、孫の白地からが日本調教馬として海外重賞を初勝利している。その後、月城という名で繁殖入り。 大賀賞優勝馬浜風、中山大障害優勝馬桃太郎を出すなど、繁殖品馬としても優秀であった。さらに孫に白地から、高倉山、宋村に日本ピロムーテー、スイートフラッグ、子孫にゴールドシップ、三栄三級、金都市ガバナー、五五ゼット、キングオブダイヤ、林田に敷居を出すなど、戦前の下佐五両牧場の那智を現代につなぐ。 由緒ある系統ともなっている。ありがとうございます。